健太郎。3+2=5。サザンが6。そんなことができるようになったらいいけどな。まあ無理だな。この年ではそんなことはな。でもちっとは数学やれや。猫でもな、数学的思考っていうのは必要なんだろうと思うよ。猫だからな、1+2+とか考えへんけど、増えたとか減ったとかっていうそういう観念あるやろ。それをベースにしたらな、足し算引き算ぐらいはな、大体わかるもんや。それ分かったら掛け算割り算わかるようになるしな。